着お願いします。あの、あと緑色の2人もいるの、うん、記憶がある。これ弱いですこれで有効です。十分ですでは始めます。サルーツヨアキン、サルーツヨアレイディー、サルーツヨアオポネント、オイヤオーナーレイオが決まりました。勝者ロードシャルル。それでは次は団体戦をご覧いただきたいと思います。過去の戦闘の実戦ということで1対1ではなく団体戦も行うことがあります。今回は選手が7名なので3対4となりますが、もっと大人数でやることもあります。アバロンの元となった SCA というアメリカの団体では数百人といった規模で、団体戦というよりも戦争さながらの対戦をすることもあります。今回は1回戦の、勝ちチームと、負けチームに、シードの1人を足して3対4で団体戦をしたいと思います。ではファイター並んでください。右に勝ちチームお願いします。勝ちチーム、それではこれから開始したいと思います。個人戦とは違った迫力をお楽しみください。サルーツユアキン、サルーツユアレイディ、サルーツユアオポネント、オンヨーナレイオン。勝者1回戦の負けチームですごめんなさい、まだ生きてたのに止めてしまいました。さあ、じゃあ団体の今日も死んじゃったんで3対1で仕切り直します。レイオン、
はもう一度同じチームでいきます。じゃあ勝ちチームに勝者の貫禄を見せてもらいましょう。サルーティアレイディー、サルーティアオポネント、おようなレオン。騎士の名誉にかけて後ろからは攻撃しません。勝者1回戦の勝ちチーム、ごめんなさい負けチーム。わかんないよ。団体戦見ていると不思議に思うことあると思いますが、相手の後ろから殴ればすぐに倒せると思うんですけど、お互い騎士の名誉にかけて必ず相手の視界に入ってから攻撃するようになっております。では3回戦やらせていただきます。サルーティーオポネント、おようなレオン。勝者1回戦勝ちチームでーす。